高だけどなんか爽快五感快感小池屋ストロング
今回は、まあ、ファッションもメイクもそうですし、あの撮影全体のコンセプトもこの小池屋ストロングの強くてかっこいいという部分をイメージして挑戦してみたんですけれども、なかなかこう今までにはないこうびっくりするような CM になっていると思うので、ぜひ楽しみにしていただきたいです。巨大な LED。 そうなんですよ、すごいですよね。これ天井も LED がついてます。いや、まずは本当に率直にすごく美味しかったですし、まあ、一口目からこうパンチの効いた濃い味が広がっていって、でも本当今回のこのタイトルにある通り、ただこう濃い味だけではなくて、どん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 爽やかさが広がっていくような、こう食べていけばいくほどすごく面白く楽しく食べていける味になっているなと思いましたし、なんかこのザクザクなチップスとプラス濃いパウダー味っていう、もう本当最強の組み合わせだったので、私も美味しくいただきました。いや、悩ましいですね。なんか結構こうその時によっていろんなシチュエーションで、今日はこの味食べたいな、この時はこういうのがいいなみたいな感じで、本当にバリエーションすごくあるので悩ましいところではあるんですが、私はサワークリームオニオンが結構何回も何回もリピートして食べちゃった味ではあります、はい、そうですね、まあ、まさにあの今日この CM 撮影している時もそうだったんですが、なんかこう長時間のお仕事の時とか、まあ、私だとこう撮影の時とか合間に食べたり、あとはこう始まる前に食べてちょっとこうエネルギーをなんかもらえるようなあのポテトチップスなので、なんか今日は頑張りたいみたいな時にもってこいのポテトチップスだなと思います。じゃじゃん、ファッションと音楽とトレーニングです。はい、その心は、その心は、まあ、まずファッションは、まあ、本日の撮影でも結構こう割と自分らしい、普段の自分に近いようなあのクールでかっこいいこうファッションが多かったんですけれども、なんかやっぱりこうメイクもそうなんですけど、ファッションってすごく自分らしくも表現できるし、いつもとは違う自分になりたい時とか、こう自分をかっこよく見せたりとか強く見せたい時とかに、私はすごく自信をもらえたりとか、なんか勇気をもらえたりするものだなっていうふうに捉えているので、やっぱり自分がこう強くありたいっていう時はまずファッションに目がすごく行くなっていうのがあるので、一つ目はファッションにしました。で、二つ目の音楽は、まあ、常に音楽いろんなジャンルを聴いてるんですけど、まあ、例えばなんか仕事が終わって家でちょっともうゆっくり休みたいなっていう時は、本当なんか森の中のようななんか音楽だったり、ちょっとこうヒーリングミュージックのようなものをかけて、あのゆっくりこうちゃんと深呼吸できるように音楽聴いていたりとか、あとは逆に仕事に行く前とか、今日もあの家出てからスタジオに着くまでの間の時間とかで、もうガンガンに音楽を聴いて、
それこそ洋楽とか K-POP とかいろんなジャンルの音楽を聴いてこう自分のモチベーションを上げていくっていうこともすごく私にとっては重要なので、まあ、音楽はストロングでいるために欠かせないものでもあります。で3つ目のトレーニングは、まあ、本当にトレーニングでいつもなんか私遠い未来のために頑張るのがすごく苦手で、何かこう目標があったり、あここの時にこれぐらいのスタイルがいいなとか、なんか今はちょっとこう固まっちゃってるからじゃあピラティスで柔らかくしようとか、なんかこう近い未来のことを考えながらいつもトレーニングするんですけど、やっぱり疲れている時こそなんかこうトレーニングをしてほぐすことによって体もすごく血流が良くなって代謝も良くなりますし、なんかこう頭痛いなとか脳が固まってちょっとこうだるいなっていう時も運動すると結構スカッとしてすごくいい状態になれるので、私にとってやっぱ日常的にトレーニングをしていくっていうことはすごく重要なことです。私の中ではいつぐらいからだろう、本当1年前とかからちょっとずつこう意識し始めたことがあって、まあそれはこう自分がもっと自信を持てるためにいろんなことを蓄えておこうと思って、こう日々なんかまあ例えば言語の勉強だったりとか、なんか単純なことですけどこう人に親切にするとか、自分がしてほしかったら相手にまずそれをしてあげるとか、なんかそういうことをなんか心がけていて、特にやっぱりもう年齢も今27歳でもうすぐ28歳になるんですけど、やっぱりこう日本でもそうですし海外でもお仕事をしていきたいという気持ちがあるので、それにはもっとこう自分に自信を持たないとなんか弱気でいちゃいけないなと思っていろいろやってるんですけど、なんかこう私が捉える自信ってなんか自分への信用だなって思っていて、なんか結構努力は裏切らないってよく聞くじゃないですか。でもなんかそれって私にとっては結構漠然としすぎていて、まあ、確かに努力は裏切らないと思うんですけど、なんかこう具体的にもうちょっとこれなら自分が頑張れそうっていう言葉をなんかわかんないけど誰かから欲しいなって思ってた時に、なんかその自信は自分への信用っていう言葉を見つけて、やっぱりこう自分に自信がないのって頑張ってきていたりとか努力していることが中途半端だから、結局自分に対してもなんか信用が持てなくて自信につながらないと思っていて、なのでこう自分がその目標に向かってきちんと毎日ちゃんと努力していたり頑張っていたり向き合っていたりすれば、なんか必然的に自分に信用が持てて、それが自信につながるんじゃないかなと解釈したので、なんかそれをもっとこう急ピッチでできるように今頑張っているところです。そうですね、でも本当にそれで言うと、まあ、さっきとちょっと通ずるところはあるんですけど、やっぱりこうなんか初めてのことにチャレンジしたりとか、まだやったことないことをやるのってすごく孤独に感じますし、なんか私自身もこういうお仕事をこう長くさせていただいていても、やっぱりこう新しいことにチャレンジするときは怖いなっていう気持ちもありますし、でもなんかそういうときにこうそれこそさっきの自分への信用じゃないですけど、なんかそういうことがあったらちゃんとこう自分の中で自分の強みを自分で分かってあげていることがすごく大事だなと思いますし、やっぱその新生活でなんか新しいことに取り組むときに、例えばまあ大学とか就職とかもそうですけど、同じ気持ちである人って絶対に一人じゃないと思うので、なんかこう周りを見渡したときに隣に同じ気持ちとか同じ境遇の方とかがいらっしゃったら、みんなそれぞれ
自分への信用をなんか蓄えて共有し合いながら頑張っていけたら、なんかちょっとでも楽しくなっていくんじゃないかなと思います。